1565年頃のグイが美徳と悪徳の間の選択。美徳と悪徳の狭間で美徳を選択する男性像を描いている。フリックコレクション所蔵。フリックコレクションを築いた実業家ヘンリー・クレイ・フリック。知恵と強さのグイはルネサンス期のイタリアのベネツィア派の画家パオロ・ベロネーゼが1565年頃に制作した絵画である。油彩。 主題は神の知恵と地上の属性の力の偶意である。制作年や発注主については不明である。美徳と悪徳の間の選択の大作品と考えられており、両作品ともに神聖ローマ皇帝ルドルフ2世が所有した後、クリスティーナ女王とオルレアンコレクションを経由して、現在はニューヨークのフリックコレクションに所蔵されている。知恵と強さの偶意及び、 美徳と悪徳の間の選択は、レドルフ二世が所有していたため、レドルフ二世の依頼で制作されたと考えられているが、熱心な収集家であった皇帝自身が実際に発注したことを示す資料は発見されておらず、依然として、両作品の制作年や発注種、主題について多くが不確実なままである。両作品は、監修的に対作品であると考えられているが、 その理由は主に構成や図像の密接な関連性に由来するのではなく、単に来歴を通じて、共に記録されていることに由来する。主題の持つ道徳性は互いに関連しておらず、画面のサイズと使用されている画布の種類が異なっていることは、両作品が実際にはタイとして制作されなかった可能性が高いことを示唆している。この点は1970年に美術史家、 エドガーマンホールによって最初に主張され、2006年に行われた科学的調査で研究者たちは同じ結論に立っている。ベロネーゼの作品は日付が付けられているものがほとんどなく、様式の変化を追跡することは容易ではないが、両作品の制作時期はかなり遅いものの、1580年以降ではないと考えられている。おそらくアルプス山脈を越えた。 最初のベロネーゼ作品である。これは1576年のティツヤーノ・ベチェッリオの死去によって若いベロネーゼにより広い市場が開かれた結果と考えられている。ベロネーゼはタイとなる女性像と男性像を描いている。女性像は画面の中央で小さな天球儀の上に右足を置き顔を上げて天国を見つめている。彼女は真実あるいは 神の英知を表していると考えられ、その頭上には太陽ないし神の光が輝いている。対する男性像はギリシア神話の英雄ヘラクレスである。ネメアのライオンの毛皮を身にまとった英雄は女性像に画面中央の位置から押しのけられたかのようなポーズで背後の建築物に寄りかかりながら立っている。ヘラクレスは女性像とは逆に顔を下に向け二人の足元に 産卵する王冠、王尺、宝石や真珠のネックレス、コインなどの財宝や軍旗、キューピットを見つめている。これはヘラクレスが肉体的な強さや権力、富、軍事力、そして愛欲といった世俗的な価値観を表していると考えられている。それを裏付けるのが古風な円柱が立っている。画面左下のステュロバティスに記されているオムニアバニタスという碑文である。 これは、旧約聖書、コヘレトの言葉の一章二節コヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しいに由来する言葉で、人の性はあまりに、短く、この世の、あらゆるロークが空虚であることを意味する。女性像は、こうした地上的、世俗的な力と戦って勝利し、神の英知の優位性を示していると考えられる。本作品と、 美徳と悪徳の選択は、ルドルフ2世のコレクションに含まれていた、ベロネーゼの他の2点のグイがないし神話が、キューピントによって結ばれるマルスとビーナス、ヘルメスとヘルセ、アグラウロスと共に、プラハのルドルフ2世の宮殿で飾られていた。しかし1648年のプラハの戦いで、スウェーデン軍に略奪され、スウェーデンの王室コレクションに加わった。その後は、女王、クリスティーナ、 ローマのオデスカルキケ、オルレアンコレクションなどに所属した。1798年から1799年にかけてオルレアンコレクションがロンドンで売却されたとき、両作品は商業銀行家で美術コレクター、旅行家、作家のトーマス・ホープによって購入された。絵画は19世紀末に美術賞のトーマス・ワグ・ニュー・アンド・サンズの手に渡り、1910年に アメリカ合衆国のノードラー商会が入手した。アメリカ合衆国の実業家ヘンリー・クレイフリックがノードラー商会から20万ドルで購入したのは1912年のことである。他のベロネーゼの絵画のうちキューピットによって結ばれるマルスとビーナスはニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されており、ヘルメスとヘルセ、アグラウロスはケンブリッジのフィッツ・ウィリアム美術館に所蔵されている。 ロココの巨匠フランソワ・ブーシェが、知恵と強さの偶意と、美徳と悪徳の間の選択の原寸大に近い、複製を制作している。両作品は現在サンパウロ美術館に所蔵されている。ありがとうございます。